チューバー、ツガチューバーだ、ツガチューバー、久しぶりすぎて忘れちゃった。そうですね、はい、久しぶりすぎました。はい、というわけで、いよいよグループホーム、はい、が始まるぞということで、今日はね、はい、人祭でございましたが、はいはい、やってみてどうでしたか。やってみて初めての体験でね、なんか改めて清められたって感じですね。はい、あ、そう、清められた、はい、清められた、うん、始まるぞって、あ、うん、気持ちがね、気持ちが、ね、はい、はい、どんなグループホームにしたいか抱負を述べていただいて、どんなグループホーム、はい、これからほらずっとね、はい、あのそうですね、立ち上がるためにいろいろ取っていきたいんですけど、はい、そうですね、はい、まあ本当に障害持った方の一人暮らしというか、うん、生活の場ではあるので、うん、あの本当に暮らすっていうものを大事にできるような、でなおかつ地域の方に受け入れてもらえるような事業所にできたらと思ってます、うん、なるほど、もう挨拶回りもね、はい、始めていって、はいはい、そうですね、はい、なんかお会いできてるんですか、地域の人と。あ、お会いできてます、うんうん、まあ、あの一応頑張って頑張ってねって声はかけてます、ね、あら、ありがたい、さすが、まあ、貝塚東部自治会はね、そうですね、はい、あの、はい、生活介護いつももありますから、はい、はい、なるほど、はい、はい、というわけで、じゃあ、はい、あの頑張ってね、はい、これから仲間集めも、そうですね、仲間集めも、はい、はい、8人、はい、9人、8人ぐらいですかね、8人ぐらいを、はい、はいはい、というわけで、さんを、はい、募集します。なんかお笑いができる人がいいね。そうですね、にぎやかな、いや違うやろ、支援ができた方がいいでしょう。そうです、そうです、はい、でしょう、はい、はい、というわけで、はいはい、小野さんが管理者ということで、はい、やっていきます、はい、というわけでさようなら、はい